レアルマドリード久保建英を買い戻す模様。マルカによればレアルマドリードは久保の買い戻しオプションを保有しており、ライカにも行使する可能性があるという。17日付のマルカは久保がレアルマドリードに復帰して白いユニフォームを着てプレーする前の最後のシーズンを過ごしている可能性があると記載。久保本人はそうしたことに気を取られておらず、ソシエダと日本代表でのプレーだけに集中しているとのことだが、レアルマドリードは日本人 MF を中止し続けており、今後買い戻すかどうかの決断を下す方針のようだ。同紙は次のように記事を締めている。バルデ・ベバスでは自分たちの範囲内にいる全選手と同じように彼のことを注視し、メモを取り分析している。そして滝久保という名前は赤丸で囲ってあるのだ。しかし決断を下すにはまだまだ少々だ。彼はレアルマドリードが若い才能をたくさん求めていた時期にクラブに加わり、その力を示す機会は得られなかった。まだ時間はある。マドリー若いから目をそらしていない。確かに買い戻し考えるくらいの結果は出してるんですよね。マドリーに保有権がある限り否定も肯定もできない話、今シーズンでアンチェロッティ体制が最後になるという話も含めるとなおさら。アンチェロッティがいい選手だけどこのチームには必要ない的なことを言ってなかったっけ。個人的にはもう一度マドリーでやってみるのもありだと思うけど。買い殺しになりそう。復帰させたところでどうせスタメンで使わんでしょ。買い戻してサブならありえんぞ。毎日サッカーに関する動画を投稿しています。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。